ベリー・ゴーディー・ジュニアは、モータウン・レコードや、その関連レーベルの創業者として知られる、アメリカ合衆国の音楽プロデューサー、実業家。マイケル・ジャクソンや、スティービー・ワンダーなど多くの大物アーティストを、発掘した。ベリー・ゴーディー・ジュニアは、ミシガン州デトロイトで、8人兄弟の7番目の、子供として、黒人中流家庭に生まれた。父は、 息子との対比でベリー・ゴーディシニアと呼ばれることもあるベリー・ゴーディ二2世。母はバーサフラー・ゴーディで、一家は1922年にジョージア州ミレッジビルからデトロイトへやってきた。ゴーディは強い絆で結ばれたしつけの厳しい家庭で育った。ゴーディの父、ベリー・ゴーディ二2世はベリー・ゴーディ一1世とルーシーという女性の間に生まれた。また、 ゴーディの父方の祖父であるベリー・ゴーディ一世は、ジェームズ・トマス・ゴーディという白人の農民と黒人女性奴隷の間に、ジョージア州で生まれていた。父、ベリー・ゴーディ二世がデトロイトに引き寄せられたのは、拡大を続けていた自動車産業が、数多くの雇用機会を黒人にも提供していたためで、あった。ベリー・ゴーディ・ジュニアの刑視たちは皆、 デトロイトで立派な黒人市民となっていた。しかし、ゴーディは、第11学年で高校を中退し、一攫千金を夢見て、プロボクサーになった。やがて、1950年に、朝鮮戦争のため、アメリカ陸軍に徴兵されるまで、ゴーディは、プロとして、ボクシングを続けた。韓国から1953年に帰国したゴーディは、テルマ・コールマンと結婚した。 ゴーディは、音楽への関心を深め、曲を書いたり、もっぱらジャズのレコードを扱う、ザ・サン・ディ・レコード・マートというレコード店を始めたりした。しかし、店の経営はうまくいかず、ゴーディは、リンカーン・マーキュリーの工場で働けないかと職探しを、始めたが、家族のコネをたどって、フレームショーバーというタレントクラブのオーナー、アルグリーンと知り合い、このクラブで、 歌手ジャッキー・ウィルソンと出会った。1957年、ウィルソンはディートプティを録音したが、この曲はゴーディーがアネ・グエンとライター兼プロデューサーのビリー・デイビスとの共作であった。この曲はそこそこのヒットとなったが、国外ではアメリカ国内以上にヒットし、特にイギリスではトップ10に入る大ヒットとなった。その後2年間にウィルソンはゴーディーが 共作者となった曲を4曲録音し、そのうち、ロンリー・ティアドロップスは R&B チャートの首位に立ち、ポップチャートでも7位まで上昇した。また、ゴーディとアネ・グエンは、チェスレコードのエタ・ジェームズのために、オール・アイ・クッド・デュアズ・クライを書いた。ゴーディは、自作曲のヒットで得た資金を、制作に再投資した。1957年、ゴーディは、ミラクルズを見出し、 何組ものアーティストたちを成功させ始めた。1959年、ミラクルズのリーダーだったスモーキー・ロビンソンに背中を押されたゴーディは、家族から800ドルを借り、R&B レーベル、タムラレコードを立ち上げた。1959年1月21日、マーブ・ジョンソンのカムツーメがタムラ101として発売された。ユナイテッド・アーティスツ・レコードは、 カムツーメに目をつけ、これを全国発売し、さらにこれに続いた、ジョンソンのヒット曲が生まれた。続いてゴーディは、レイバーレーベルを立ち上げ、ウェイド・ジョーンズが、無名の女性グループをバックに録音した、このレーベル唯一のシングル版を出した。ウェイド・ジョーンズが歌った、アイキャンとコンセントレートと、インセーンの出来は、とても良かったが、レコードはあまり売れず、今日では、 モータウン関係のレコードとして最も希少なものになっている。ゴー・ディが第3弾として発売したのはミラクルズのバッドガールで、これがモータウンレコードというレーベル名での最初のリリースであった。バッドガールはチェスレコードから発売されて1959年に大ヒットとなった。バレット・ストロングのマネーは最初はダムラから出たが、 その後1960年2月にゴーディの姉のレーベルアンナレコードのバンがチャートを上昇した。ミラクルズのヒット曲ショップアラウンドが1960年遅くに全米 R&B チャートの首位に立ち、1961年1月16日付ビルボード市のポップチャートでも2位まで上昇したことでモータウンは注目に値する独立系レコード会社となった。 1961年には、マーベレッツの、プリーズミスター・ポストマン R&B とポップ両方の、チャートで主位になった。1960年、ゴーディは無名だったメリーウェルズと契約したが、彼女はやがて、スモーキー・ロビンソン作の、EN、UB 止めメツー・ザ・パンチ、EN、ツー・ラバーズ、EN、マイ・ガイといった曲で、モータウン・レーベルが育て上げた、最初のスターとなった。 タムラとモータウンは合併し、1960年4月14日に、新たな会社モータウンレコードコーポレーションが成立した。ゴーディは、ニックザ・ジャガーズ、マイクザ・モディファイヤーズ、クリス・クラーク、レア・アース、ザ・バレディアーズ、デビー・ディーン、コニー・ヘインズなど、何組かの白人アーティストたちとも契約したが、白人スターを育てることには成功しなかった。 1959年、ゴーディは、トム・クレイという白人 DJ で歌手のレコードをプロデュースし、チャントというデトロイトの小レーベルからレコードを出した。このチャントが、ゴーディ所有のレーベルだったのかどうかは、今となってはわからないが、このシングル版は、レコードコレクターの間では、ゴーディ関係のシングル版で最も希少なものとされている。後に、トム・クレイは、 ロサンゼルスでも DJ として成功し1970年代にはゴーディ所有のモイストレーベルで再びレコーディングをしている。モータウンが最初に契約したイギリスの白人女性歌手はキキディであった。またゴーディはヒッツビル USA と名付けたデトロイトのウェストグランド大通りの本社に白人従業員を数多く雇用していた。ゴーディは 主にアフリカ系アメリカ人のアーティストたちを売り込んでいたが、彼らのパブリックイメージ、服装、マナー、踊りの振り付けなどを例外なく注意深く管理していた。才能の発掘と育成におけるゴーディーの手腕は注意深く管理されたアーティストたちのパブリック、イメージと相まって、モータウンに全米での成功をもたらし、やがてそれは国外にも広まっていった。 その後、1960年代を通して、ゴーディは、スプリームス、マービンゲイ、コントゥアーズ、ジミー・ラフィン、テンプテーションズ、フォートップス、グラディス・ナイトザ・ピップス、コモドアーズ、ベルベレッツ、マーサザ・バンデラス、スティービー・ワンダー、ジャクソン・ファイブといったアーティストたちと契約を結んだ。1972年、ゴーディは、 ロサンゼルスにあるファッションやエンターテイメント関係の専門学校フィドムに学び、ここで商業的に成功したビリー・ホリデーの電気映画、ビリー・ホリディ物語、奇妙な果実の制作葬式に当たった。この映画には、ダイアナ・ロス、リチャード・プライヤーが出演しており、また、無名だったビリー・ディ・ウィリアムズはこの作品で注目された。当初、スタジオ側は、 ゴーディの意向に反して何度かスクリーンテストをした上でウィリアムズの起用を拒んだ。しかし最後にはゴーディ持ち前の必要さが勝り、ウィリアムズはスターとしての地位を築くことになった。続けてゴーディはやはりダイアナ・ロスを主演に起用し、マホガニー物語を制作、監督した。1985年にはアクション俳優タイマックや バニティを起用したカルト的なマーシャルアーツ映画、ラストドラゴンを制作した。1970年代から1980年代にかけても、モータウンは、ジャクソンズ、リック・ジェームス、ライオネル・リッチー、長く、レーベルに止まった、スティービー・ワンダーとスモーキー・ロビンソンらによる、大ヒットを出し続けたが、かつてのような勢いは見られなくなっていった。ゴーディーは、 1988年6月28日に自分が持っていたモータウンに関する権利を MCA とボストンベンチャーズに6100万ドルで売却した。その後さらにモータウンの楽曲多数を管理している音楽出版社ジョベテの持ち株の大部分を EMI パブリッシングに売却した。ゴーディは1994年に自伝モータウン。 我が愛と夢を発表した。1988年、ロックの殿堂入り。1998年、ジュニアアチーブメント、合衆国ビジネスの殿堂入り。2006年5月5日に、ミシガン州立大学で、2007年5月20日に、オクシデンタル大学で、それぞれ卒業式の告示のスピーチを行い、それぞれから、名誉学位を得た。2009年、 ザミシガンロックンロールレジェンズホールオブフェーム殿堂入り2009年3月20日ゴーディは彼が売り出した最初のグループであり最初に100万枚の売り上げを達成したアーティストであるミラクルズがハリウッドウォークオブフェームの星を獲得したことを祝うためハリウッドにいたグループの功績を称えてゴーディはミラクルズがいなかったらモータウンは 今日のようなモータウンにはなっていなかったと述べた。2009年7月7日、ロサンゼルスで行われたマイケル・ジャクソンの葬儀で、スピーチしたゴーディは、キング・オブ・ポップという言い方は、ジャクソンの業績を考えれば、最善の表現ではないことを示唆した上で、史上最も偉大なエンターテナーとジャクソンを表した。2011年5月15日、ゴーディは、モータウンに関する、 ブロードウェイミュージカル制作進行中であるということを発表した。この作品は1960年代の出来事を中心に、いかにしてレコード会社を軌道に乗せていったかを物語る。ゴーディはこの作品により、モータウンの評判が上がり、モータウンの衰退に関する誤解を解きたいと考えた。モータウンは2013年3月11日、ランとフォンティの劇場で、 プレビュー公演が開幕し、4月14日に正式に開幕した。2015年1月に閉幕したが、2016年夏に再演が上演される予定である。ゴーディは結婚と離婚を3回繰り返し、ヘーゼル・ジョイ、ベリー・ゴーディ4世、テリー・ジェームズ、シェリー、ケネディ、ロンダロス、ステファン、ステファンの合計8人の子供を設けた。 ゴーディが設立した音楽出版社ジョベテは最初の3人の子供たちの名の最初の2文字をつなげたものである。1953年に結婚した最初の妻テルマ・コールマンとの間にはヘーゼル・ジョイ、ベリー・ゴーディ4世が生まれたが1959年に離婚した。ヘーゼル・ジョイは1973年にジャーメイン・ジャクソンと結婚し、 1988年に離婚した。1960年春、ゴーディは2番目の妻レイノマ・メーベリー・ライルズと再婚した。結婚前の1959年6月25日に生まれていた2人の子供ケリーは後のレコード会社の役員になっている。この2度目の結婚は1964年の離婚まで続いた。 1964年3月15日には、ベリー・ゴーディとその愛人マーガレット・ノートンの間に、息子、ケネディ・ゴーディが生まれた。ケネディは、後のモータウン所属ミュージシャン、ロックウェルとして知られている。1971年8月13日、ベリー・ゴーディは、長年親しい関係にあった、モータウンの歌手、ダイアナ・ロストの間に、ロンダロス・ケンドリックを設ける。 1975年9月3日には、ナンシー・レイビスカとの間に、男児ステファン・ケンドル・ゴーディを設ける。ステファンは、レッドフューという芸名で、音楽グループ LMFAO にて、老い、スカイラー・ゴーディと共に活動している。シェリーは、ジーナ・ジャクソンとの間の娘である。1990年7月17日、ベリー・ゴーディは8年間交際してきた。 グレース・イートンと結婚し、3年後の1993年に離婚した。ゴーディはカリフォルニア州パームデザートに住んでいる。ありがとうございます。